百太郎関旧碑門、百太郎港または、百太郎関は、熊本県熊群太良ぎ町、浅立町、西木町に古くから作られた、全長 18km に及ぶ、灌溉用用水路で、一節には宝永7年に、完成した。百太郎橋から、下流方向。左側は、旧百太郎関と、道公園、水戸神社百太郎港は灌溉用用水路である。 熊本県熊郡タラギ町百太郎で熊川から取水して南南西に向かって進み、タラギ町、久米のあざのぞいのあたりから熊川とほぼ平行に南西に流れており、朝霧町を通って道町上北アザ流別府から一時南に向かい、面田川を横切って水梨川で U 字型をなしスが、再び南西に向きを取り、西木町に至り、道町、和ズの下原で、 原田川と合流する。さらに西氷町西へかけても意向があるが、原田川より先は水が流れておらず、使われてない。最初の1期の掘削工事は16世紀末頃と言われるが、あまり記録が残っておらず、詳細は不明である。2期の工事は、遠方8年に、3期は、元禄9年から10年、4期は、法永元年から2年、宝永7年8月20日完成。 5期は未完成の原田河合生の区間で、年代も未章である。一世紀以上の間にわたる掘削延長工事で、総延長19キロ、灌え面積は1400ヘクタールの用水路となった。河野港と共に植え、熊地方の洗浄地の水田化を著しく進めたが、こちらは、藩の援助も、特別な指導者もおらず、農民だけで掘り抜かれた用水路であると言われ、 名称も百太郎が人柱に立ったという伝説に由来する。その完成は、河野河よりもやや、後であるとも、五期工事の区間は事実上利用されていないので、先であるともされる。1957年、多目的の市房ダム建設工事が始まると、これと関連づけた大規模な県営の熊川南部土地改良事業が、翌年に着工され、 1968年に完工。この事業の一環として、百太郎港と港の港は本格的に改修され、漏水がひどい土水路からコンクリート張りの近代的水路に生まれ変わった。百太郎石旧碑門は巨大な石材で作られており、水戸神社の側に保存されているが、もともと旧碑門は現在より100メートルほど下流に設けられており、取水口の位置も異なった。 百太郎の悲鳴症の由来については複数の伝承がある。昔、この地方を流れる川の氾濫で田畑が流される災害がたびたび起こり村人が困っていた。ある時、裾に2本の線が入った着物を着た人物を人柱に立てよという神のお告げがあった。その着物を着た人物、百太郎さんに白羽の矢が立った。ご音とともに、 橋の柱にくくりつけられた百太郎の声が一晩中村に響き渡ったという。それからは水害はピタリとやんだ。蒸気の話とほぼ同じだが、巡視の方法が異なり、百太郎港の建築を進めていたが、たびたび門が流されるので、夢枕に立った水神のお告げによって、百太郎さんは石の柱の下に人柱として生き埋めにされた。 その場所に関門を築いてからは安全になった。人物像が異なり、百太郎さんは技術者であったとし、判明によって溝関の建築に携わっていたが、彼の意見で作られた関門が人よの豪雨で流されたため、責任を負って自殺した。または自ら水人のお告げを受けたと称して、人柱を志願した。関門の脇にある松の巨木は、 百太郎さんの墓標であるという。これらが昔話として伝えられている百太郎公の名の由来である。いずれの話でも百太郎という人物が犠牲になり、以後は水害がなくなったり難工事が完成することができたという話となる。ありがとうございます。